こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、日本も原子力潜水艦をとの声が上がるようになってきた。イージス・アショア建設博士による敵地攻撃能力を主張する声に紛れ、原子力との声が上がる。今始まったことではないが、日本は原子力へとは向かわないと考えている。静粛性で世界トップの潜水艦を建造できる技術、今後次期潜水艦でも必要となってくる。そう、流型潜水艦12番艦闘竜は最終段階へと進んでおり、試験航行を行っている。闘竜潜水艦覇王竜よりもリチウムイオン電池の性能アップに成功している。今となってはリチウムイオン電池搭載が当たり前のように感じてしまう。余談だが、タイが中国製潜水艦の導入を見送ることになった香港情勢など、世界的に中国の本質が見えてきたのだろう。話は戻るが、次期潜水艦について話していきますね。潜水艦って浅瀬でも対応できるのかな。2020年8月時点で、海上自衛隊では合計4隻の潜水艦を建造中だが、これらの内訳はといえば、そう、流型の最終艦となる12番艦闘竜と、その次級となる3000トン型潜水艦の2種類だ。闘竜は、すでに就役した翁竜に続く艦であり、翁竜と同様にディーゼル機関及びリチウムイオンバッテリーとモーターを推進機関に採用した双竜型の最終改良版だ。これは、そう、竜型10番艦の双竜まで採用されていた。ディーゼル機関、スターリング機関、鉛蓄電池とモーターの仕組みを改め、非待機依存推進だったスターリング機関を廃したことで注目を浴びた。というのも、非待機依存推進のスターリング機関は、水中での連続航行時間や行動範囲を通常動力型の潜水艦として増加、確保するために採用されていたのだが、これを廃止してなお性能向上が果たせていると見られるためだ。もともと潜水艦の動力源としては、近年はアメリカやイギリス、フランスなどで原子力推進が標準となっており、これは内燃方式である。ディーゼル機関などと異なり、稼働のために空気を必要としない。そのため、燃料としての核燃料棒を一度搭載してしまえば、ほぼ無補給で稼働可能な上、非常に出力も高く、水中での移動速力も30ノット以上の高速が発揮できるなどのメリットがある。しかし、日本ではご存知のように、原子力の軍事利用はハードルが高く、いかに通常動力型潜水艦で連続航行時間や水中での移動速度を確保するのかという点が、長らく重要な課題として横たわってきた。これに対する一つの回答が、そう、流型翁竜より採用されたディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーモーターの組み合わせによる推進方式であり、世界的にもその実用化は
注目を集めている。これは、通常動力型潜水艦が登場した時点から採用されていた鉛の蓄電池をリチウムイオン電池での置き換えに成功したためで、高出力、大容量のリチウムイオン電池の安定、安全運用技術が確立されたことが大きい。このリチウムイオン電池を潜水艦の蓄電池として採用したことは、世界初の試みであり、日本のこうした成功例を目にした韓国でも、今後建造される潜水艦への同様の仕組みの導入を目指しているとされる。さて、日本の海上自衛隊だが、そう、流型の次となる名称が、未定につき、3000トン型潜水艦と呼ばれている次世代潜水艦でも、この推進方式が、踏襲されるものと考えられている。3000トン型潜水艦の開発が開始された当初は燃料電池システムを搭載することも検討されたが、技術的な問題と費用的な問題の2点から実現には至らず、さらに性能を高めたリチウムイオンバッテリーとなる模様だ。また3000トン型潜水艦は名称として用いられている通り、基準排水量が3000トンとなる模様だが、その点と推進方式を除けば、細かなサイズなどを含め、まだ詳細がよくわかっていない。ちなみに、双流型の鳳流、桃流は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長82メートル。全幅 9.1 メートルのサイズだが、ほぼこれと同様のサイズ感だと考えられている。サイズだけでなく、3000トン型潜水艦は、そう、流型を形状の点からも受け継ぐものと考えられており、見た目の差もほとんどない。キープコンセプトとなるであろうことが大方の予想だ。一部の予想の声の中には、3000トン型潜水艦は形状的にもっと流線形となり、ウォータージェット方式を採用するのではないかとの意見もあるようだが、そうした新機軸はさらに次級での要素だろう。3000トン型潜水艦で取り入れられる要素としては、新型のシュノーケルによる発電システムがあると報じられており、その機構自体は目新しくはなく従来から存在するが、機能を高めたものと言われている。これは蓄電池が大容量のリチウムイオンバッテリーになったことに対応するものであり、新型シュノーケルシステムによって電気そのものを発電してそれを蓄える仕組みになると見られている。額面通りにこの新型シュノーケルシステムが機能すれば、さらなる水中連続航行時間や距離が延伸されることにつながり、また一歩原子力潜水艦に及ばなかった領域へと近づくことになる可能性もある。さらに、3000トン型潜水艦の特徴として考えられているのが、従来よりも浅い水深の海域での行動を前提として、それに対処するための各種のソナーやセンサー類を備える艦艇を目指している点だ。これは、3000トン型潜水艦の艦首部分に周囲を囲むように配されるコンフォーマル型のアレイソナーの採用から見て取れ、従来のほぼ倍に
匹敵する単位面積あたりの索敵能力を得るという。2020年現在、中国海軍の圧力が増す南シナ海など、以後海上自衛隊が、主戦場と想定する海域において、こうした高い索敵能力を発揮することが、求められると言えるものだろう。